ごちそうさまでした。このお店かなり美味しかったわね。特別いいお肉が入ったって言ってたし、注文して正解だったわね。それに雰囲気もいいし、少し通ってもいいくらい。あら、あ、てめえは。麦のしずり、驚いた。こんなところであなたみたいな有名人に出会えるなんて。確かスクールのテレパス系能力者か、確かメジャーハートとか言ったかしら。大雑把な分類だとそうなるのかしらね。私みたいなのを知っててくれて驚きだわ。知りたくて知ったわけじゃないわよ。相当面倒な能力者がいるって聞いて頭に入ってただけ。人の心の距離を操る能力者、その気になれば赤の他人にも恋人にもなれるっていう、随分と地味で陰湿な能力よね。人間関係を簡単に壊していける能力なんて。まあテレパス系の能力者なんて大体そんなもんだけどね。どいつもこいつも性根が曲がってやがる。あなたの能力はって言うまでもないわよね。メルトダウナー、レベル5の中でも突出した攻撃力を誇る電子の砲撃。単純明快で分かりやすく、それでいて破壊力も絶大。できれば敵にしたくはないわね。それにしても、話に聞いていた以上に乱暴な性格みたいね、麦のしずり。あ？どういう意味だてめえ。どういう意味も何も、こんなところで喧嘩ふっかけられるとは思わなかったってこと。乱暴でそや、表向きは取り繕ってても、その内側はバーサーカー。苦手なのよね、あなたみたいな人。性格には性格的にじゃなくて、能力的に苦手なのよね。こういう手合いは、私の能力でかけがえのない人間の距離にしても、敵であれば平然と殴ってくるような人には意味がない。躊躇させることはできるかもだけど、やっぱり無謀。もし敵になったら要注意ね。ほう、いつからてめえの能力は人の性格診断になったんですかね。こんなの心理学の応用よ。なんなら他のことも言ってみましょうか。怒りっぽくて傍若無人。もしかして理不尽に人をぶん殴ったことない？あとはこうして私に絡んできてることから、見た目によらず結構執着心が強いように思えるわ。多分ストーカー気質。いやね、しつこい女は嫌われるわよ。言い残したいことはそれで全部か。だからそういう乱暴なところが良くないって言ってるのに。これじゃあなたが好きになる人は苦労するでしょうね。てめえには関係ねえことだろ。あら、もしかして彼女好きな人とまではいかなくても、気になる人がいるのかしら。苦労するのは何も相手だけじゃないわ。きっとあなたも苦労するわよ。どういうことよ。当然でしょ。たとえ好きになっても、理不尽に暴力振ったりつきまとったりして怖がらせる。あなたなりの愛情表現もあるのかもしれないけど、そんなの相手には伝わらないわよ。けど私なら何とかできるかもしれないわよ。もしよければ相談に乗ってあげましょうか。なんでてめえなんかに相談しなくちゃならないのよ。それにそんなことしててめえに何があるっていうの？ただの善意よ。私よく人の相談を聞くの。その延長と思ってくれて構わないわ。さ、どうする？私の話を聞けばきっと今よりはその人と前進できると思うけど。いや、やめとく。てめえの話に乗る気はないわ。どう考えても怪しすぎるだろ。絶対なんか裏がある。あんたの能力から考えて、警戒心を解いて能力を叩き込みやすくするとかね。それに恋愛に関して人の手を借りるつもりはない。てめえはお呼びじゃないのよ。そう、残念なら、お呼びじゃない私はそろそろ帰るとするわ。食事も済んだしね。そうだ、最後に一ついいことを教えてあげる。ここ
今日はいいお肉が入ったみたい。せっかくだから頼んでみたら？信じるか信じないかはあなた次第だけどね。それじゃあね。ちん、ひょうひょうとしやがって。ああいうタイプは苦手なのよね。本当のこと言ってるかどうかわかんねえし。肉料理ね。ああ、注文いい？このコースをお願いするわ。主菜はそう、ステーキで。